ベルセバスチャンはスコットランドグラスゴー出身のインディーポップバンド。1996年にグラスゴーにて結成。同年大学の音楽コースのレーベルエレクトリックハニーよりファーストアルバムタイガーミルクをレコードで1000枚限定リリース。この初回版は後に850ポンドとも言われる値がつくほどのプレミア版となった。バンドがスタートした時点でのメンバーは スチュアート・マードックとスチュアート・デビットのみであったが、アルバム制作のため、スティービー・ジャクソン、イゾベル・キャンベル、クリス・ゲッズ、リチャード・コルバーンを招き入れる。1996年11月には、セカンドアルバム、If You Are Feeling s n i s t e r を、ジップスターレーベルよりリリース。バンドのアルバムが公に、リリースされたのは、これが最初で、当初はこのアルバムが、 バンドのデビュー作というような見方がされていた。このアルバム制作時にサラ・マーティンが加入。1998年、サードアルバム、ザ・ボーイ・ウィズ・ザ・アラブ・ストラップをリリースし、全英アルバムチャートで12位に入る、高セールスを記録。また、このタイミングで、ミック・クックが正式にバンドに加入。1999年2月には、ブリッド・アワードにて、 ベストブリティッシュニューカマー賞を受賞。同年、音楽フェスティバル、ボーリーウィークエンダーを地元スコットランドにて主催。2000年、フォースアルバム、ホールド・ユア・ハンズ・チャイルド、ユー・オー・クライク、エーペザントをリリースし、バンド初の全英トップ10アルバムとなる。さらに、シングル、リーガル・マンのヒットを受け、イギリスの音楽番組、トップ・オブ・ザ・ポップスに出演。一方、スチュアート・デビッが、 自身のバンド、ルーパーの活動に専念するため脱退。代わりに、V2 により、ボブ・ギルデアが加入。2002年には、映画のサウンドトラック、ストーリーテリングを発表。しかし、中心メンバーである、イザベル・キャンベルが、バンドの北米ツアー中に脱退。また同年、バンドは、ジップスターレーベルを離れる。バンドが、最後に、同レーベルから発表した作品は、シングル、 アイアイムウェイキング、アップツーアスとなった。2003年、イギリスのシニセインディーレーベルラフトレードと契約し、同年、ディアー・カタストロフィー・ウェイトレスをリリース。ペットショップ・ボーイズなどのポップス作品に多く、携わっているトレバー・ホーンによってプロデュースされた。この作品は、翌年のマーキュリープライズにノミネートされるなど、高評価を受ける。また、これまでは、 シングル曲はアルバムに収録されていなかったが、このアルバムよりシングルカットという形でシングルがリリースされ始める。ちなみに、アルバムに収録されなかったシングル作品は2005年にコンピレーション、プッシュバーマン2、オープンオールドウーンズとしてまとめて、ジップスターよりリリースされる。2004年、フジロックフェスティバルに初出演。2日目の夕方のフィールド・オブ・ヘイブン。 3日目のホワイトステージのヘッドライナーとして2ステージライブを披露した。2006年セブンスアルバムザ・ライフ・パー・スートをリリース。前衛アルバムチャートで8位、アメリカのビルボード200で65位とセールスで検討する。同年フランツ・フェルディナンドやクークスと共に子供向けと歌ったチャリティーアルバムカラーズ・アレ・ブライターをリリース。2008年にはライブアルバム BBC セッションズを2009年にはスチュアートプロデュースでゴッドヘルプザガール名義のアルバムをリリース2010年6年ぶりとなるフジロックフェスティバルの最終日ホワイトステージのヘッドライナーとして出演10月にはノラ・ジョーンズやキャリー・マリガムをゲストに迎えたエースアルバムライトアバウト・ラブをリリース2011年3月5年ぶりとなる 来日公演を開催。スチュアート・マードック・ボビー・キルディア。ありがとうございます。